バイク女子チャンネル。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道2020第3回。よかったらチャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます。それでは本編スタート。2日目の朝です。今日はねめちゃくちゃ晴れててもうすごい嬉しいんだけど、ちょっとね頑張って今日はなんだっけ、朝ラベンダー畑まで行ったので、あの十勝の山の方までちょっと登ってみたいと思います。下道200キロ走るから本当は行きたくないんだけど、でもあのせっかくすごい晴れてるんで行ってみます。取れてますように。それでは今日は十勝岳行きます。ここを入れるとですね、今日300キロぐらい走ることになるんだけど、明日から休憩なので、あ、やっちゃった。頑張ります。自分をねあんま信用しないっていうかね、なんかいろいろ忘れたりとかさするからさ、あ、エンストしちゃった。いや今日もソフトクリーム日和だな。めっちゃソフトクリーム日和だよ。あー涼しい、気持ちいい。どうだろう、なんかどこまで行くんだろうな。え待って、その前にさガソリン入れた方がいいな。ふとした瞬間に、ふとした瞬間にガソリンなくなるみたいな。ガソリンなくなっちゃったら困っちゃうよ。23度、うっそ、結構暑いぞ今日。28度ぐらいかと思ったけど、雨の予報もあったんだよ。結構雨の予報もあったからほんと嬉しいんだよね。とりあえず後半までは雨にならなさそうな感じで、で全身カッパを着たんですけど、あーいやー気持ちいいな。シールド開けて走ってもさ、空気がいいからなんか目に変なホコリとか入ってこないし、すごく気持ちいい。わあすごい、サイドカーが半端じゃない。土管改造したみたいな、すごいな。本当ねこの時期のね7月上旬の北海道ってすごいおすすめ。前回3日くらい雨降ったけど、今回も降るかもしれないけど、気温がね走りやすい気温で、夜もそこまで寒くない、場所によるけどね。最高だね。またこれは毎日最高。毎日最高だぜ。すごい健康になるんだよ、あのロングツーリング来ると。朝早いし朝ごはん食べるし、動くからお腹すくからご飯食べるしとか。どんだけご飯食べてないんだよ普段みたいな。本当に健康になる。寝る時間も早いし。あーすごーい。もう見てください、この何にもない感じというか、何にもないようなことが、何にもない富良野だけど大自然に感動する。すごい、こんな広い畑をさ人が耕すんだよ。すごいよね農家の方っていうのは。癒し、走ってるだけでもう癒し。体はねやっぱり疲れるんですよ結構。本当にパソコンとか背負ってるし、でもマイナスイオンみたいな疑似科学。わあここもすごい綺麗、並木、白樺並木。こんな素敵なところに連れてきてくれるバイク君本当ありがとう。バイバーイ。
とかもさ、まあ私の勝手な解釈だけど、ただ さ、 なんかバイバイとかするっていうよりかはさ、ご安全に走ってくださいねみたいな意味を込めてさ、念を送ってこうやる感じだとなんかいいよねなんかうわ、なんか富士の樹海っぽいとこ入ってきた。プラノのワインディングなのかな。いやー気持ちいいな。この先センターラインにデコボコありっていうのはすごいよく書いてある、いろんな場所に体が夏になる過激で最高も峠を制するものだけはバイク制する、そんなことないんだぜ。やばい、なんか高いとこになってきたぞ。俺は高いところが苦手なんだ。めっちゃ怖いんだぞ。ほほーほほー、左側が見えない。景色の良いルートに入りましたっていうのがね、だいたいね怖いとこなんですよ。高所恐怖症にはね、だいたいね辛いところなんですよ。ほー結構高い。かー高いよ、怖いよ。よかった、後ろに車とかいないで。もう車とかいたらもう怖くて死んじゃう。私高いとこ怖いのになんで峠来たんだろうっていつも思う。パラパラパラ、シールド開けててさ、虫がぶつかると超痛くない？なんでバイクで来るとこんな怖いんだろう。あー怖い怖い、あー怖い怖い、ほんまに怖い。クマとか出てきたらどうする、これ。あーやばくない？クマとか出てくる可能性あるよ。おーえ、目的地、え、温泉案内終了されちゃったんだけど。え、ちょっと待って、え、どこどこがどこ、え、どうしよう。あ、あったあった、ありましたよ。着きました、イエーイ、ピッ、あー着いたー。Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough.I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. 道の駅ルモイまで着きました。こんな感じで全身カッパを。ちょっと寒いけどソフトクリーム買いました。もうちょっと食べちゃったから崩れてきちゃった。ここがルモイの道の駅です。すっごい広い、なんかもうゴルフ場とは言わないけどすっごい広い公園みたいになってる。はい、今日の夜は去年泊まって気に入ったところにまた来てます。またメニューが追加された。こんな美味しそうで、これね、上に乗ってるのはアスパラガスなんだって。これ香港の食は本当に美味しい。天ぷらになります。甘エビの天ぷらですね。米粉で揚げてますから。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、チャンネル登録といいねとコメントお待ちしてます。それではまたね。続きも見るよな。